ガジェットウェアをご覧の皆様こんにちは。日経デザインの花澤です。本日は日経デザインの5月号からですね、見どころをいくつかご紹介したいと思います。この表紙で分かりますように、今月号の特集はナイキです。実際にナイキの商品使ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、テクノロジーを使ってですね、新しい商品店舗をデザインしている、ここがすごいところでですね、日本ではこういったお店まだありませんが、米国の最新の、ナイキのお店に行ってきまして、その状況をご報告しているのが今回の特集です。で、何がすごいかというと、商品と、店舗のサービス両方なんですが、まず商品で言うと、もう究極のパーソナライズ、大量生産ではなくてですね、その人それぞれに合ったフィットした商品をどうやって作っていくか、ところを究極まで突き詰めた商品が出てきたという話ですね。どういうふうにそれをするかというとですね、アプリで、その人の歩き方ですとか、靴の中のフィット感ですとか、それを、自在に操れるというものなんですね。どの商品が分かるかな、こういうアプリがあるんですけれども、このアプリをスースーとこうスワイプすることで、靴がキュッと締まったりふわっと緩くなったり、それを自在にコントロールできるというものなんですね。一昔前の映画に出てくるようなところがあるんですけれども、それがかなり現実に近づいてきているといったことが、あります。で、このパーソナライズっていうのは、今非常に、ビジネス界では重要なキーワードになっているんですけれども、その最先端を言っているのがこのナイキですね、というのが今回の特集です。で、もう一つはその店舗の作り方で、テクノロジーがですね、非常に進歩してきていて、人々の買い物する場がですね、実際の店舗ではなくってネットにどんどん移行している、こういう時代にあって、店舗っていうのはどういう役割を果たすのかなと多くの人が感じて、考えていることだと思います。で、それに対してナイキが出した一つの答えがですね、このニューヨークの旗艦店なんですね。どういうお店かというと、一言で言うと、ネットで買うんだけれども、そこには実際の商品があり、ちゃんと試着もできて、触れて試せると、このネットとリアルのいいところを両方ドッキングしちゃったような、そんな店舗なんです。例えばですね、広いお店に商品がずらりとここも並んでます。ここまでは普通の店舗なんですね。だけれども、この、試着をするときにアプリ、ほとんど店員さんを、呼びません。ほぼ自分のアプリで、完結してしまうと。どの商品を試そうかな、じゃあこれをちょっと試してみよう、アプリで選びます。で、そうするとその商品を店員さんが試着室に持ってきてくれます。で、これ気に入ったとなると、わざわざレジに行かずに、そこでアプリ上でもう決済までできちゃう。で、そのまま持って帰る、なんていうことができるんですね。口で言うとなかなか伝わりにくいかと思うんですけれども、これを実際に体験すると、なんかこう非常に新鮮な買い物、新しい買い物のやり方だというふうに感動するそうです。そういった、ものを選んで買うというごくごく普通の体験をですね、特別なものにしてしまう。あるいは普段使いのスニーカーがですね、自分だけのフィット感をもたらしてくれる特別なものになるという、ワンランク上の体験を、提供しているのが今のナイキなんですね。日本企業も多分こういった方向をもう少し、真剣に考えていかなきゃいけないんじゃないのかなという気がしています。とりあえずご興味がある方は
ぜひ、読んでみてください。